はい、こんにちは、お久しぶりです、たくさんの、ね、ご声援、応援のコメントいただきまして、心から御礼申し上げます。今日ですね、なんで家にいるかと言いますと、治療のタイミングでですね、息子のちょうど高校の卒業式、これに、参加させていただけるということで、2泊3日の外泊が、まあ、病院で許されたんで、で、まあ、明日またすぐまた病院に戻らなくちゃいけないんですけども、まあ、今日ね、一番最後の日なんで、ちょっとね、入院する前にやりたかった動画があったんで、まあ、家でもできるんで作ってみようかなと思いまして、今日はね、クッカー、いろんなクッカーがあると思うんですけども、それについてちょっとやってみようかなと思います。まずね、一つ、いつも私焚き火がメインなんですけども、これね、ソロストーブポットっていうのかな、焚き火がメインでやってるんですけども、それに使ってるクッカーが、まあ、1.8 リットル入るのかな、これ約、これかなりね、まあ、汚れちゃってますけども、こういう風にも使えますし、吊るしでね、こう焚き火でやることもできます。で、何がいいかというと、この中にですね、コールマンのフェザーストーブ、これが収納できるんですね。なぜかというとね、例えば焚き火でやっても雨が降ったりなんかした時、どうしても第2第3の火力がないと調理できなくなってしまうと思うので、やっぱりね、収納できるもの、でこの袋はですね、これは100均かな、100均でガーデニングコーナーかなんかであったものの入れ物なんですけども、これを使うと中が傷つかないようにできているの でこれで蓋がスパッと入ると、これをまず一つとして焚き火でやるときはこれをメインに持ってってます。で、続いてなんですけども、これモンベルのアルパインってやつかな、なんだっけ、忘れちゃったな、モンベルのクッカーなんですけども、これは何で使うかというと、テント泊の時、ね、テント泊の時に使うんですけども、これは2つ中にもう1個入れられるんですね。で、これも器になるんで、まあ、こういう感じですかね。で、これで何 cc あるんだろう、1リッター、1.1 リは入るのかな、1リッターあるんで、これでラーメンを作ってそのまま移して、これを器、インスタントラーメンの袋のラーメンを作って、この中で器にして丸々入って食べることができますんで、これは非常に便利だと思います。で、もう一つの小さい方、こちらはですね、もう一つの小さい方については中にガスが入ってます。外のね、250缶、オーディ缶ですよね、これが入りますんで、ぴったりちょうどね、逆さまにすると傷つきませんので、これとあとウィンドマスターかな、これが中にぴったり入りますんで、これを
収納できるっていうのは非常に便利ですよね。これを中に入れて、これ結構ね、深さがあるんで、これも、こうやって器にできるんで、非常に便利だと思います。これをね、フライパンにしたりとかっていうことはしないですね、私の場合は。で、これを直に入れてしまうと傷がつくと思いますので、付属の袋、ちょうどメッシュのこの付属の袋がクッションになってくれるので、まあ、ある意味ね、アタックバッグかなんかに、アタックザックかなんかに入れるんだったら、これだけ持ってってもいいかなっていう感じですね。で、この中にすっぽり入りますんで、これでご飯をね、こちらかな、こっちでご飯を炊いて、例えばこっちでカレーやシチューを作ってっていうやり方もできると思うので、この2つは非常に便利じゃないかなと。例えばテント泊するとき、テントの中でね、調理するってなったときに、ガソリンストーブちょっとおっかないんでね、例えばガスでささっと調理するっていうんであれば、これが非常に便利ではないかなと思います。モンベルのクッカーですね。で、もう一つ、これですね、やっぱり私焚き火よくやるんで、その焚き火で使えるクッカーなんですけども、 MSR のね、アルパインの 1.1 リッターっていうクッカーなんですけど、これ下についてるのね、フライパンなんですよ。これモンベルの16センチって言ったかな。モンベルの16センチっていう、フライパンなんですけども、ちょうどこれも、メッシュの熱湯がクッション材になりますんで、このまま袋で、ピタッとこう入りますんで、これ便利じゃないかなと、思います。で、このフライパンは、中テフロン加工されてますんで、ね、このままで、十分油ちょっとでね、目玉焼き2個とベーコンエッグ、ぐらいは簡単に作れるんじゃないかなと。あんまり小さすぎてもね、やっぱり使いにくいですし、大きすぎても結局ガサバっちゃうだけなんで、例えばテント泊やるにしても焚き火するにしても、これだとちょうど便利じゃないかなと。ファイアボックスとかね、ブッシュボックスもちょうどこれいっぱいいっぱいなんで、熱も効率的に当たってくれるような気がします。これ非常に便利だと思うんでね、以前に買ったの、ずっとしまってたのを使ってなかったんですけど、これが一つで、このね、アルパインのクッカーなんですけど、結局キャンプやね、テント泊するとき、どうしてもやっぱり鍋は2つ、それから、牡蠣類も2種類あった方が、効率よく調理もできますし、便利だと思います。で、いいものを見つけたんですけども、これ焚き火でも使えますし、テント泊でも使えると思います。この中にね、475っていうサイズの、確か475だったと思うんですけども、475cc、 こっちが、1.1リットルだったかな。475cc っていうちっちゃいね、鍋があったんで、これを見つけてきました。で、これだと、中にね、ちょうど110サイズっていうガス管がぴったり入るんですよ。ね、これでこう、ぶつかることなくしまうことができるので、非常にこれは便利ではないかなと。あともう一つの理由っていうのは、
当初ね、ちょっと通常一般的に使ってるこうシェラカップありますでしょ、うん、このシェラカップで、もうちょっと1サイズ2サイズ大きめのシェラカップがあったんですけど、それを買おうかなと思ってる隣にこれがあったんで、あだったら475っていうと、スノーピークのマグカップこれが450ですから、これより若干 25cc 大きいぐらい、うん、の容量ですんで、であれば、うん、これの中にね、ちょうどプリムスの P153 だったかな、うん、これが入りますんで、ね、五徳も4つ、確かウィンドマスターも五徳4つだったかな、うん、これが入るので、万が一例えばガスを使わなきゃいけない、やっぱりね雨の時とかね、焚き火ができない環境になった時にもサブとして、ガスを使うことができるんじゃないかなと。で中に、これねユニフレームのフォークスプーンかな、うん、これねラーメン食べるのに非常になんか食べやすいっていうふうに書いてあったんですけど、ユニフレームのねこのフォークスプーン、これが折りたたみ式のやつが一つ入って、ガス管に使うスタビライザーかな、うん、こういう形のスタビライザー、これが110管のやつで110サイズ、うん、これが入りますんで、この3つ、うん、を全てこの 1.1 リッターの鍋の中に全てしまえるっていうのは、便利かな、うん、だから逆にガソリンストーブよりもガスをサブに持ってって、焚き火で調理してっていうこともできるんではないかなと、うん、これぴったり入ると便利だよね。そんなに長時間使うわけじゃないので、うん、ガスメインで持ってくんだったらね、こっちの、モンベルのクッカーがガスメインでやるんだったら便利だと思いますけども、焚き火メインでやるんであれば、まあ、こっちのガス缶タイプか、もしくはガソリンストーブ、うん、例えば人数にもよりますよね、2人3人でやるとか、うん、そういう時にはこっちでもできると思うし、これでもねカレーやシチュー作れますし、これでご飯1合ぐらいは炊けますんで、ギリギリかな、うん、多分炊けると思います。じゃあね、今日ちょっとせっかくなんでね、これをこれ皆さんご存知ですかね、登山かなんかでよく使ってるやつだと思うんですけど、カップのないカップラーメン、ね、のカレーヌードル、これとあと、アルファ米の牛飯かな、うん、これもね食べてみようかなと。この一つの鍋を使ってね、どこまでできるかやってみようかなと思います。でお水は、ペットボトルの 500cc、 ちょうどね見るとこのカップラーメンが 330cc で、アルファ米の方が 160cc って書いてある、 160ml って書いてあるのかな、うん、だから 500cc で、足りちゃうと思います、うん、でこれを、2つ作って、今日の晩ご飯にしようかなと思ってます。